どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということでちょっとね動画短くなってしまうかもしれないんですけども、マリオットボンボーホテルの中にですね、ホテル座三井京都っていうですね、京都にあるねラグジュアリーコレクションのブランドのホテルがねあるわけなんですけども、こちらですねカテゴリー7のホテルだったんですよね。それがですね先日カテゴリー8にアップしました。いやーこれはですね本当に残念ですね。このねマリオットボンボーホテルっていうのは、こちらはねマリオットボンボーホテルのカテゴリーと必要ポイントの一覧なんですけども、今回ですねカテゴリー7からカテゴリー8にね上がってしまったということで、今まではですねカテゴリー7ということで5万ポイントから7万ポイントの間でこのホテル座三井京都には一泊ね宿泊することができたわけなんですけども、今後はですねカテゴリー8というふうになりますので、7万ポイントから10万ポイントのね間で一泊っていう感じになるんですよね。この5万ポイントから7万ポイントのこのカテゴリー7っていうのはですね、こちらねSP ジャーメックス保有されている方ね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こちらのクレジットカードはですね年会費が 34,100 円税込みということで、結構高いねクレジットカードなんですけども、初年度はねもらえないんですけども、2年目以降ですね、2年目以降は更新特典ということで無料宿泊特典っていうのはですね5万ポイントね一括でもらえるんですよね。まあこの5万ポイントのホテルに一泊宿泊することが年会費を更新するとねできるって言った形になっておりまして、年会費の更新特典はねちょっとこれに詳しい動画出しておきますので、そちら見ていただきたいなと思うわけなんですけども、まあこの一括5万ポイントねもらえて、このホテル座三井京都にも宿泊することがねできたっていう感じなんですよね。まあこれがですね今後は利用することができなくなるっていった形になります。このねホテル座三井京都っていうのはもともとね現金決済がすごい高いホテルだったんですよね。私もね2020年11月頃のね3連休の確か中日だったと思うんですけども、一応ね宿泊させていただいたんですけども、その時はね連休の中日ということで結構ぶっ壊れた価格だったんですよね。一泊22万とかそんなだったんですけど、まあそれはねちょっと連休中のね中日だったっていうこともありますんで、まあそこまでね高くないんですけども、まあ普通の週末でもですねだいたい8万から10万とかね十何万とかね、まあそのぐらいするホテルだったわけなんですけども、これがね SP ジャーメックスの更新特典で今までね宿泊することができたっていう風になりますんで、かなりね利用先としてもおすすめだったんですよね。まあ 34,100 円のSP ジャーメックスのね年会費がかかるわけなんですけども、まあそれをね支払えばまあ10万円近くのねホテルに宿泊できますっていう感じでね利用することができたので、非常にね利用先としてはねおすすめだったんですけども、まあ今後はねこちらは利用することができなくなるっていった形になるんですよね。でこのマリオットボンボイのねカテゴリー変更ってこんな時期に行われるんですかっていう話なんですけども、本来ですねマリオットボンボイのカテゴリー変更っていうのはこちらのね先ほどの必要ポイント数のカテゴリーありますよね。こちらが年に1回調整が入るんですよね。まあこれは毎年ね3月ぐらいに入ってですねカテゴリーが上がったり下がったりねするわけなんですけども、2021年の3月にですねホテル座三井京都はですね上がらなかったんですよね。ですんでまあ私はね上がると思ってたんですけど、まあその時ね上がらなかったので、ああ今回上がらなかったんだ、よかったなというふうに思っておりまして、まあ先ほども言った通り SP ジャーメックスの更新特典でも宿泊できるじゃんっていうふうに思っていたわけなんですけども、まあこのタイミングでですねカテゴリー変更がされてしまったっていう感じになるんですよね。もちろんこちらはですねサイレント修正っていった形になっておりまして、事前アナウンスも一切なくですね、もう今検索するとですね日本語サイトはカテゴリー7になってるんですけども、アメリカのね英語サイト、まあ英語で表示するとですねもうカテゴリー8に変更されておりまして、まあ日本語サイトカテゴリー7なんですけども、ポイント予約で入れようとするとですねもう7万ポイント以上からしか利用することができないっていった形になりますんで、まあ表示上はね7なんですけども、まあ実際はねもうカテゴリー8のポイント数で利用するしかないっていった形になります。こちらもね順次ね表示がカテゴリー7から8にね変わっていくそうなので、まあ今はね7のまんまになっているっていった形になります。でですねまあこういった感じでカテゴリー変更はねこの8月の頭にねされたということで、一応ねマリオットボンボーホテルにですねこちらこのカテゴリー変更自体がまあもう
決定されたことなのかっていうのをね、一応ね問い合わさせていただいたわけなんですけども、こちらのポイント数はですね、まあ、エラーとかではなくて、このカテゴリー7から8っていうのが決定されて変更済みっていうね回答だったんですよね。ですので、まあちょっと最初ね、ツイッターとかでもこれかなり話題になって、まあどうなのかなっていうふうに思ってたんですけども、こちらはね、まあエラーとか何でもなくですね、サイレントでカテゴリー変更がね決まったっていった形になるんですよね。まあちょっとね、これについてはですね、ちょっと残念としかね言いようがないわけなんですけども、まあ今回ねこんな感じでカテゴリー変更がねホテル座三井京都ね行われましたので、こちらをね皆さんにシェアねさせていただいたっていった形になります。ということで今回ねホテル座三井京都がカテゴリー7から8にね変更になってしまった速報ということで、ね、動画撮らせていただきました。ちょっとね現金決済がね高いホテルは今後ねこういうこともねあるんだなっていうのを今回ね身に染みて思い知りましたので、まあ今はですねその現金決済とホテルのねカテゴリーがちょっとかけ離れてるホテルっていうのは私自身はね、まあそんなにないのかなっていうふうに思うんですけども、先日ね、まだ動画に出してないんですけども、ウェスティンホテル京都ね、宿泊してきたんですよね。あそこもカテゴリー6で4万から6万ポイントでね、宿泊することができるんですけども、結構ね、現金決済高いんですよね。まあこういった感じでですね、カテゴリーの割にはですね、現金決済が高いホテルはですね、こういったサイレントカテゴリー変更みたいなことも、まあ、今後ね、あるかなっていうふうに思いますので、もしね、今、ポイントをね、ある程度保有されている方でですね、宿泊したいね、ホテルがあるようであればですね、とりあえずね、予約は入れていくっていうのはね、結構大事になるかなっていうふうに思うんですよね。やはりね、今回、ホテル座三井ね、カテゴリー変更がサイレントで行われましたけども、本当にこれが多分実行されたのはここ数日なんですよね。で、先週仮に予約をね、取られた方は、普通にね、5万から7万ポイントでね、宿泊予約できたわけなんですけども、もう今週になったらですね、もう7万から10万ポイントということで、かなりね、ポイント数上がっちゃいますよね。まあ、とりあえずですね、予定がね、立っている方に関してはですね、先の予約もね、入れておくのもね、結構いいのかなっていうふうに思いますよね。まあこれだけでね、今回のアップで、まあ1万5000とか2万とかね、平気で上がっておりますので、いやね、先に予約していくっていうのもね、結構いいのかなっていうふうに思いますよね。もちろんね、マリオットボンボイの場合はですね、ポイントがあって予約を取る場合はですね、その時のポイントがね、優先されるっていうふうになりますんで、私もね、ホテル座三井ですね、9月のヒルトンホテルのね、エレクサールっていうホテルが開業するんですよね。まあその時の前泊で一応ねホテル座三井を抑えてるんですよね。このカテゴリー変更がね急に起こってもですね、その前にね予約しておけばですね、ポイントね少ないポイントでね予約することもできるっていった形になりますんで、まあ予定が決まってないのにね予約入れるっていうのはまあ厳しいかもしれないんですけども、漠然とここら辺行こうかなみたいな感じで思ってる場合はですね、先にねホテルだけ予約しておくっていうのもねいいのかなっていうふうに思いますよね。まあ今回ね急に上がったっていうふうになりますんで、結構ねツイッターとかでも話題になりましたけども、まあホテル座三井京都に関してはですね、現金決済も高いですしサービスもねかなり良かったので、まあ致し方ない部分があるのかなっていうふうに思うんですけども、まあちょっとねカテゴリー変更がね毎年3月にありますんで、まあそこまでねどうにかね、あと半年ぐらいですもんね、次の3月まで、ちょっとそこまではですねカテゴリー7ね維持しといて欲しかったなっていうのが、まあ、正直な気持ちですかね。ということで今回の動画はですねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。